今日、東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は17、631人で4日連続で過去最多を更新しました。感染が確認されたのは、10歳未満から100歳以上の17、631人です。42日連続で前の週の同じ曜日を上回りました。 一日の感染者数は昨日の1万6538人を超え四日連続で過去最多を更新しています直近7日間の一日当たりの平均は1万2895人で前の週と比べて208.2%となっています年代別では20代が3946人で最も多く次いで30代が3407人です 65歳以上の高齢者は1201人でした少なくとも8284人はワクチンを2回接種していて4447人は一度も接種していないということです重症患者の数は前の日から2人増えて20人でした新型コロナ患者用の病床の使用率は昨日から1.7ポイント上がって46.1%となりました また80代の男性1人と90代の女性2人の死亡が確認されました。